はい。ごめんこんにちは。うずっこです。それでは今回なんですけども、6月の PayPay ペペは対象店舗で顔商品30%還元。それに加えてドラッグストアで PayPay ペペジャンボということで、今回は久しぶりの PayPay ペペのキャンペーン情報ですね。この動画では PayPay ペペのキャンペーンを大きく2つに分けてお伝えします。このキャンペーンは日程をある程度指定すれば、組み合わせて参加することもできますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで今回は6月の PayPay ペペのキャンペーンをきっかけで2つお伝えします。まず1つ目なんですけども、顔商品が対象店舗で30%還元ということで、それがこちらのキャンペーンなんですけども、対象店舗で顔商品を PayPay ペペで1回税込み1000円以上買い上げなら、最大30%の PayPay ペペボーナスが戻ってくるキャンペーンということで、まあこれまでこの顔商品が、 対象のね、キャンペーンというのが、まあ、今回が3回目ぐらいかなというふうに思うんですけども、今回は30%還元ということになります。で、こちらのキャンペーンはですね、6月の1日から6月30日水曜日までの約1ヶ月間のキャンペーンとなります。で、キャンペーンの詳細見ていこうと思うんですけども、今回のキャンペーンに関しては、まず先に注意点なんですけども、 ペイペイボーナスは2021年の8月の末頃までの付与を予定しておりますということでまあねこの顔のキャンペーン3回目ということでまあこれまで何度か参加された方がある方ならわかると思うんですけどもまあこのキャンペーンはですね付与されるのがまあまあ時間がちょっとかかりますなので8月末頃までなので本当に忘れた頃に付与される感じですであとですねここにもちょっとあるんですけどもお支払い後の画面に本キャンペーンに伴うペイペイボーナスの表示はされませんということですのでよくねペイペイで キャンペーンの時とか参加したらいくらいくら還元されますよみたいなことが画面に出てくると思うんですけども、まあ、そういったものは特に出てこないですよと、まあ、先ほどの、ね、イラストの中にもあったと思うんですけども対象店舗において PayPay 決済で1回のお支払いで顔の対象商品のお買い上げ金額が税込み1000円以上が対象となりますということですので全部が全部のお店で対象ではなくて対象の店舗ということとあとは1回の支払いで税込み1000円以上が条件となりますということになります で、主な対象店舗ということで、今ね、こちらに出てるようなお店たちが、まあ、対象ということなんですけども、まあ、よく見かけるお店とかであれば、僕の場合は、ここからファインとか、ツルハドラックとか、あと松本清とか、まあ、そういったところが対象と、あとはこちらのウェルシアとかも対象みたいですね。まあ、それ以外にも、ここら辺の、まあ、お店たちが、まあ、対象ということでございますので、 ま、今後に関しては順次ね、対象店舗は更新予定ということでございますので、もしかするとね、増える可能性もあるかもしれないです。で、ちなみになんですけども、ここにも出てるように、第1弾、第2弾キャンペーンと対象店舗が一部異なりますので、第3弾キャンペーンの対象店舗をご確認の上、ご参加くださいということでございますので、前回の時にキャンペーン参加した店舗がもしかするとそれが対象かどうかっていうのがわかんないので、ここはね、ちょっと注意が必要かなと思います。 で、今回のね、キャンペーンの還元率が30%付与ということなんですけども、この30%付与されるのが、すべての PayPay ユーザーということになります。よくあるね、ソフトバンク、ワインバイルユーザーとか、そういったの関係なしに、すべての PayPay ユーザーということでございますので、これは結構嬉しいかなと。そして、対象の決済方法として、PayPay の残高払い、PayPay の残高払いであったりとか、ヤフーカード、その他のクレジットカード、PayPay 後払い、ま、ぶっちゃけね、PayPay の支払い方法の、ま、すべての方法が対象かなっていう感じの認識でいいかなと思うんで、ご自身の好きな 決決済済方法を選んだだ上で決してみてみくださいちなみになんですけども今回のキャンペーンの付与上限が2500円相当1回に2500円相当期間中トータルでも2500円相当なので、まあ、単純計算で計算をすると2500割ることの0.3なので8333円分8333円分決済することでこの2500円相当に到達するかなというふうに思います。 ちなみにこのキャンペーンの対象商品ということで、まあ、ここら辺に出ているものが対象とか対象外っていう風になります。まあ、僕はちなみにですね、前回コメントでもいただいたんですけども、おすすめの商品ないですかっていう風に動画内でお伝えしたら、ホットアイマスクっていうコメントもあったので、実際にちょっとね、僕あんまり買ったことなかったので、あの、メグリズムですかね、それを買って、実際にちょっとね、利用させていただいたんですけども、すごく良かったです。結構ね、動画編集とかで目が疲れることが多かったりするので、僕の場合は、あの、メグリズム、 ホットアイマスクを買ってよかったかなというふうに思います。ちなみにこの商品ですね、今出てるもの。思ったよりね、いい値段するので、今回のキャンペーンもそれを買おうかなというふうに思っております。ちなみにですね、ペイペイボーナスの付与時期なんですけども、一応8月末頃まで順次ということになっております。で、ペイペイボーナスの付与内容に関しての問い合わせる際に、ご購入内容の確認としてレシートが必要になる場合がございます。ペイペイボーナスの付与完了まで、レシートをお手元に残していただくようにお願いいたしますということでございますので、まあ、付与されるまでね、ちょっと期間があったりとか、これ ちょっと確認しておきたいということがあるかもしれないのでもし気になる方はですねまあ、レシートを保存しておくこともお勧めします続きまして2つ目のキャンペーンなんですけども花王、まあ、商品に関連するんですがこちらのドラッグストアペイペイジャンボのキャンペーンというのも発表されましたそれがこちらなんですけども上に出てるように5月31日時点で ペイペイ銀行口座を登録している方限定となります。まずはこの条件を満たすことが条件となりますね。それの方限定で対象のドラッグストアでペイペイジャンボ1等最大全額が戻ってくるキャンペーンとなっております。まぁ、あ、ペイペイジャンボなので当たったらラッキーかなっていう感じで参加するぐらいがいいと思います。対象店舗でペイペイ残高で支払い抽選で当たるとお支払い金額の1等であれば100%。 ででであれば10%であれば1% 15 30 3戻っっててくるととということでキャンンペーののの期間間は6 6月月日日から6月30日水曜ままなっております約半月ぐらいですね。まあ、キャンペーンに参加するためには、PayPay 銀行をこの PayPay と連携する必要があるんですけども、こちらは僕の PayPay の画面なんですが、この右下にですね、アカウントというところがあるので、ここをタップすると、そしたらですね、マイページみたいなものが出てくるんですが、ここの右側のお支払い方法の管理という項目があるので、ここをタップしてください。そしたらですね、 支払い方法の管理画面の真ん中ぐらいにチャージ用の銀行口座を追加という項目があるのでここをタップすると画面が切り替わりますそしたらですねここの左上に最短おすすめ ジャパンネット銀行、ペイペイ銀行という風に出てるんですが、ちょっとね、まだロゴが変わってないみたいなんですけども、ここをタップしたら普通にペイペイ銀行とペイペイを連携することができますので、ここでまずは連携を完了させてください。それを5月31日まで完了しておくと、今回の対象のドラッグストアでペイペイジャンボ全額戻ってくるキャンペーンに参加ができるということになります。なのでね、講座解説をされてない方、もしくはね、もうすでに持ってる方はサクッと今のようなやり方で、ペイペイとペイペイ銀行を連携しておいてください。 ですね、対象店舗なんですけども、先ほどの顔商品との対象店舗とは若干異なります。まあ一部被ってるお店もあるんですけども、例えばウェルシアとか、あとはツルハとか、あと松本清志とか、コーカファインとか、まあ先ほどのね、顔商品と被ってたりするので、まあそこら辺はね、うまく組み合わせて使ってもいいと思いますし、その中に入ってなかったら九州税ね、みんな大好き、ドラッグストア森。こちらのね、お店はペイペイジャンボの対象のお店となるので、顔商品はね、対象ではなかったんですけども、現時点では、このペイペイジャンボは一応参加することができ で、キャンペーンの詳細の内容なんですけども、キャンペーン期間中に PayPay 決済をご利用いただいた際に、3回に1回の確率で以下のいずれかが当たる抽選を実施しますと。ちなみに3回に1回の確率で当たるんですけども、3回購入すると必ず当たるわけではないということも書いてますんで、ここも気をつけてください。でですね、その PayPay ジャンボに参加できる決済方法、支払い方法なんですけども、見ての通り、PayPay 残高であれば対象と、それ以外の支払い方法の Yahoo カード、その他のクレジットカードを、p a y 後払いは対象外とな,りますの,でなのでこの p a y p a y ペイペイジャンボは参加したいなっていう方はこの PayPay ペペ残高で利用していただく必要があるということになります。 ということで、本日お伝えしたキャンペーン2つについてまとめです。まず1つ目は、対象の店舗で買おう商品が30%還元のキャンペーンについてなんですけども、そのキャンペーンは6月の1日から6月30日まで。で、対象店舗の一例として、ウェルシア、松本岳、ツルハドラック、杉薬局などが対象と。で、内容なんですけども、対象の店舗で買おう商品30%還元。対象の支払い方法がペイペイ a ンダー n ヤフーカード、その他のクレジットカードとか、あとペイペイ後払いが対象と。で、付与上限なんですけども、1回もしくは期間中トータルで2 2500円相当とということになりますで、すすすすののでででまま8333円円分利用るるここととと付与上限2500にに到達いうなり付与日なんですけども、2021年の8月末予定ということですので、まあしっかり目にね、忘れた時に付与されるかなというふうに思います。で、注意点なんですけども、1回に1000円以上の決済をしないと30%付与されませんので気をつけてください。で、一部ね、対象外の商品があったりとか、あとはね、いつものように決済後に付与されるようなボーナス表示っていうのが出ませんので、ここも気をつけてください。 で2つ目の対象のドラッグストアで p a y p a y j a m b 1都最大全額戻ってくるキャンペーンなんですけどもキャンペーンの期間は2021年6月15日から6月30日まで。 で、内容としたら3回に1回の確率で1等で100%、2等で10%、3等で1%が抽選で還元されると。これは PayPay 残高で支払ったのみのものがこの抽選に参加できるということになります。条件なんですけども5月の31日時点で PayPay 銀行口座を登録している方限定となりますので、すでにね、座を開設される方、今後開設を検討されている方はこの日までにとりあえずね、間に合えば連携を行ってください。 で、対象店舗は先ほどお伝えしたお店、一部ダブルんですけども、ウェルシア、松本清ツ鶴ハドラックス疑惑局などが対象と。で、付与上限は1回期間中トータルで1000円相当まで。で、付与日は支払いの翌日から起算して30日後ということになります。で、まあ、タイトルにもあったように、今回のこのキャンペーンの効率的な参加方法ということで、まず最初は5月の31日までに PayPay に PayPay 銀行口座を登録すると。 で、その後に、6月の15日から6月30日までの間に、ウェルシアとか、松本九州、ツルハドラック、杉薬局などで対象店舗で買おう商品を購入すると。ちなみにその決済するときは、必ず PayPay 残高で決済をすると。 そうすることによってどうなるかっていうと、今回お伝えしたキャンペーン2つですね。30%還元、顔消費の30%還元や、ペイペイジャンボに参加することができるので、なので、もしね、効率よく参加されたい方は、これらそれぞれのね、条件を満たすことによって、この5番目の条件が整うことになりますんで、少しめんどくさいかもしれないんですけども、この期間であったりとか、銀行口座の登録とか、あとは対象店舗とか、全部の条件が満たされることによって、もしかすると、この、 30%還元でお買い物した時に当たるかもしれないということですので、ご自身でね、この条件に当てはまるかどうかっていうのをしっかりと見てみてください。まあそんなこんなで今回は PayPay ペペの6月のキャンペーン大きく2つに分けてお伝えさせていただきました。まあ今回のね、顔のキャンペーンについては先ほどもお伝えしたように僕自身はホットアイマスク、あのメグリズムですかね、それを購入しようかなというふうに思っております。 他にね、ちょっと特に買う商品が今のところは特に思いつかなかったので、まあそれでね、不要上限もいただきたいなというふうに思っております。右側の PayPay ペペジャンボもね、当たってくれれば、まあちょっとラッキーかなっていうふうに思っております。一応ですね、今回お伝えさせていただいた PayPay ペペのキャンペーンリンク2つ貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ちょっと前の動画の時にもお伝えさせていただいたんですけども、こちらスマートニュースっていうアプリを覚えてらっしゃいますかねあの、僕ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけども、またスマートニュースでちょっと面白そうなキャンペーンをやっておりまして、このスマートニュースを開いていただくと、ここのクーポンというタブがあるので、ここをタップすると、ま、いろんなね、クーポン情報というのが出てきます。今だとクーポン祭り第3弾っていうのがあったりとか、あとはですね、ここもあります。友達招待キャンペーンということで、無料クーポンプレゼントということですね。以前もね、あったんですけども、 今であれば、ファミリーマートのアイスコーヒーの S、もしくはファミコロ牛肉コロッケっていうのがですね、まだインストールされてない方がいらっしゃいましたら、もしインストールした際にですね、僕の招待コードを入力していただければ、今お伝えしたこのアイスコーヒーの S、もしくはファミコロをもらうことができます。ちなみにこちらの招待コードについては概要欄に貼っておきますんで、まだインストールされてない方はですね、僕の招待コードを使っていただくと嬉しいです。ちなみにですね、インストールされた方はですね、ここに招待コードを入力してクーポンゲットっていう と,いうところを押していただければこのどちらかをもららうこことがでできますこちらもですちもね同じく概要欄に貼っておきますのでまだインストールされてない方スマートニュースちょっと使ってみようかなっていう方はですねチェックしていただければと思いますということでありがとうございました